はい皆さんこんにちはこんにちは尊重スタジオです今日はちょっと高度なお話ですスタジオ1のマクロの話をしたいと思いますえー、そんな難しいのちょっと難しいかもわからないから頑張って聞いてねはいマクロというのは何かそれは DAW を使う上でいつも同じようなことを手っ取り早くアンボタンで やりりたたいようなことを登録しすするツールですショートカットキーとは違うの最終的にはショートカットキーと同じような使い方をするんだけれどもショートカットでできることって基本は一つの動作です。それをマクロというのを使えば例えば今日の課題で言えばインストゥルメントをインサートしてそしてトラックに名前を入れてというような。 2つ以上の動作を全部自動でやってしまう、それがマクロの機能です。僕が知ってる DAW は、主にスタジオ1と Qbase ーーですけれども、確かに、この2つの DAW は、マクロの機能が充実しています。その中でも、スタジオ1のマクロは、とっても自由度が高く、プログラムをするぐらいの感覚で、できるのが強みです。じゃあ、早速、 マクロの解説に入っていきますわーいメモメモはいメモも取ってやってみてねじゃあマクロオーガナイザーを出しますねそんな名前聞くの初めてだよなかなか使ってる人はさほど多くないと思うのでこれができるようになったらドヤ顔できちゃうよよし頑張ろうそしたらここで新しいマクロを作りますので新規というのを選びますはい じゃあ画面はこのようになりました。ここではトラックのことをしますのでここでトラックを検索しますこれもたくさんあるからねなかなか覚えてないと時間がかかっちゃいますねはいここで見つかりました大変だったねインストゥルメントトラックを追加。 というのをダブルククリックしますすると右側に入りますそこでネームというのがありますからこの右側の「今日をダブルクリックしますここでトラック名を入れたいと思いますストリングスという名前でトラックを作りますそしてインストゥルメントを選択されているトラックに追加これを選びます またダブルクリックして右の方に移動しますこの行をダブルクリックするとこのような画面が出てきますここでインストゥルメントを選びますコンタクトですから K のあたりを検索しますはい見つかりましたコンタクトを選択しますそしてプリセットを作ってあれば別ですけれどもプリセットがない場合は このようにプリセットなしを選んでおきましょう。その次は VU メーターを指します。これもそのまま。トラックの検索のままで選ぶといいでしょう。はい見つかりました。インサートを選択されているチャンネルに追加。これです。これを選択します。このようにできましたね。そしてダブルクリックをします。 FX チェーンというのと、デバイスというのがあります。このデバイスの方を選びます。そして、ここでインサートするエフェクトを選択します。今回はすぐに見つかりましたね。よかったね。VU メーターというのを選択します。プリセットはありませんので、プリセットなしにしておきます。プリセットを作っておけばいいのそうだよ。プリセットを作っておけば。 ここで出てくるんだよ。ちょっと途中になるけれども、プリセットを作ってみよう。ここで、一旦 OK をして、そして、マクロを保存するために、タイトルを付けます。コンタクトという風にしておきます。そして見つけやすいように、先頭に星印とかを付けています。はい。検索するときも便利です。これで、一旦 OK を押します。ちょっと寄り道タイムです。 VU メーターのスケールが6になっていますが、このスケールは VU メーター解説で説明しましたが、18にしておきましょう。これでプリセットを作ります。プリセットを保存というのを選びます。ここで VU18 という名前にしておきます。OK します。はい、寄り道が終わりましたので、マクロオーガナイザーの編集を続けます。 星印ですのですぐに見つかると思いますはいありましたねコンタクトですこれをダブルクリックしますと先ほどの続きができますそしてここで VU メーターを入れたこのきょをダブルクリックしますそうするとここはプリセットなしになってましたがプリセットを選びますはい出てきましたねああったあった そうです、この VU18 を選択しますそうするとプリセットも自動で便利に入れれるようになるわけですこれで OK を押しますそしてプロ EQ も入れましょうここでもう一度選択しますここでトラックとまた検索します はい、インサートを選択されているチャンネルに追加。さっきと同じやつですね。そうだよ。これをダブルクリックします。そしたらこのように入ったので、今度はプロ eq を選択します。デバイスを選んで、そしてプロ EQ ですね。プリセットは無視のままにしておきます。ok。これで出来上がりましたので。 この名前のまま OK を押します。そしてマクロオーガナイザーを終了します。今度はショートカットキーでこれをすぐに実行するように設定します。スタジオワンメニューからこのようにキーボードショートカットというのを選びます。これも私はやったことがないな。うん、なかなか使い切れていない人も。 多いからねじゃあここで先ほどの星印を検索しますこれは検索が楽ですねそしてコンタクトというのを選んでここにショートカットキーを入れます何にしようかなコントロールプラスオルト K というのは空いてるかなここでそれを押してアサインをしますはいここの上に無事入ればいいですがここでエラーメッセージが出たらもう そのショートカットキーは使ってるということになります。コントロールプラスオルト K がコンタクトになります。OK を押します。一旦わかりやすいようにこのトラックも消しておきましょう。じゃあコントロールプラスオルト K をします。どうなるのかな？ワクワクですね。そうですね。じゃあやってみましょう。 はい、見てくださいここにストリングスという名前でコンタクトが刺されているかなほらこのように出ていますそしてストリングスはここに入っていませんでしたこれもプリセットを作っておくと全部自動でできるようになりますこれをダブルクリックしますそうするとこのストリングスのソフトが立ち上がりました はい、このように音が鳴りますよね。これをプリセットに保存しておきます。ここでストリングス01とでもしておきましょう。OK をします。そうやってからマクロオーガナイザーで編集し直します。ここでもう一度再編集をするんですね。そうだよ。 マクロオーーガナイザーを立ち上げます。そしてここに「コンタクト」というのがすぐにありましたからこれをダブルクリックしますそして「トラックインストゥルメント」この2段目をダブルクリックしますそしてこのプリセットなしのところで「ストリングス01」を選びます OK をしますそしてここも OK をします ショートカットキーはもう一度見なくていいのそれは先ほどと同じ状態だからする必要がありませんですからマクロを作るときはせっかく早く便利にしようとしているのでできるだけこのようなプリセットというのを作っておく方がいいですねそうですね私も頑張ってプリセット作っちゃいますはいじゃあそこまで行けましたら実際 これがうまく動くか確かめます。ショートカットキーはコントロールプラスオルト K でしたね。じゃあやってみます。はいできました。今度はちゃんと入ってるか確認します。はい、もうちゃんとプリセットでストリングスが入っていて、すぐにこのように演奏することができます。このようにマクロっていうのは作るんです。 わかかりましたかうーんちょっと難しいけど頑張って勉強しますそうだねそう簡単にはできないからもう一度おさらいに全体の流れをサクッとお話ししますねマクロを作るときはスタジオワンメニューからこのようにマクロオーガナイザーを選びますここで通常は新規を押します新規を押したとして中身を見てみます左側の方から コマンドを検索するために今回の場合トラックとかを検索しますそしてこちらでコマンドを選びます選んだらここをダブルクリックすると右側に移りますのでそうやってここに追加をしていきます詳細パラメーターがあるものはもう一度ダブルクリックをするとこのように指定ができるようになりますインストゥルメントもそうです どのインストゥルメントを使うかということもこのようにして決めておけますこうしてマクロを作るときはちょっとした工夫ですけどタイトルに星印を入れます私はハートマークにしようかなそれもいいねそして OK をしましたら次はそれをショートカットキーに割り当てるということですスタジオワンメニューのキーボードショートカットにしましてそして ここで検索をします。星印という風にしたら絞り込まれますのでここにショートカットキーを登録すれば完了です皆さんも今日の動画を見直してせっかくのマクロ機能を敬遠していた方もおられると思うんですけれども是非ともやってみてくださいマクロのことについての質問などがありましたらまた。 YouTube コメント欄などにもメッセージくださいねそんなメッセージにも回答できるようになればいいね私がそうだよ明日からはあなたの担当ですよちょっと頑張って勉強しますねはい頑張ってください今日はマクロのお話をしましたまたいっぱい勉強していきましょう村長スタジオでしたまったね,まったね